お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。川崎競輪ナイター準決勝となっておりますのでね、えー、準決勝戦展開予想していきたいと思います。 えまずは川崎競輪400メートルバンク、直線が58メートルと、やはり長いですね。1着の決まり手、逃げ21、まくり33、差し46と、まくり差しにね、かなり比重が置かれております。2着、逃げ17、まくり15、差し30、マーク38と、しっかりとね、字違いが入るバンク、それが川崎競輪場となっております。それでは10レースね、まずはメンバーの方を見ていきましょう。1番、武藤。2番、染谷。3番、谷口。4番、池田。 5番松村、6番小谷、7番松坂となっております。ラインを確認していきましょう。2番7番、2番の染谷に7番の松坂、1番4番、1番の武藤に4番の池田、3、五6、3番の谷口に5番の松村、6番の小谷ということで、2対2対3、ライン3分線です。まずはライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。 2番のソミア、バック12回、ホーム12回、逃げの決まり手が7、まくりが1、差しが0、マークが0と、先行マまくりで戦います。 1>, 1番の武藤、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手がついておりません、差しが7のマークが1、えー、ここは先手ラインに乗っていてね、ね直線強襲したいんでしょうか。3番の谷口、バック9回、ホーム6回、逃げの決まり手が4、まくりが1、差しが1、マークが1と、えー、先行まくりタイプですけれどもね、どちらかというとまくりにね、真骨頂があるような気がするんですけれど、えー、ここはライン3者の厚みを生かしてね、かましが炸裂するのかどうかと、えー。スタートなんですけれどね、まあ本格先行というのは2番のソめ ななのかと3番の谷口もそこそこバック持っててね、逃げが4ということなんでね、先行タイプにも見えるんですけれどね、どちらかというとね、まくり志向かなという気がします。1番のね武藤は、ここはもうね、まくやですから、ここはね、1取って3半まくる込みがコース突っ込んでいきたいということでね、あまり誰もね、前行きたからないんじゃないかということで、ここはもうね、しょうがないということで、2番、7番、最悪は突っ張り先行まで考えて受けて立つと。1番、4番が中断。 3番、5番、6番が後方からと。赤番で、S、3、5、6がね、こう、引魚切りに行きます。中段取りですね。三番の谷口からするとね、一番のラインが逃げようが、2番のラインが逃げようがね、三番で取れるの。その3番で取ってのまくりだったら楽勝だと思ってるんじゃないかなと思うんですよね。ここですので3、5、6が中段取り。1番、4番が後ろ。2番、7番がね、後方から発進のタイミングを伺うと。じゃんで二番、7番が発進していきます。3、5、6がしてやったり中段。1番4番 4番は後方からの仕掛けとなってしまうと。まあ、こうなりますとね、7番の松坂陽平、ね、大チャンスということになりますので、7番の松坂本戦と。抑えは3番の、ね、谷口中段からの、ね、一まくりというところで。まずは7番の松坂、2>, うん、2番の、ね、ソムヤラインですからね、つけて、3番の谷口がね、3番手から腰淡々と逆転を狙うと、1番の卯本もね、 うち、突っ込んでくる可能性が高いとえ。5番の松村ね、3番の谷口の番手から差し足伸ばすということで、7から2、3、1、5折り返しで、こちらが本戦です。抑えは3番の谷口の一発決まった時、5番の松村ラインなので抑えます。2番のソミが粘りに粘る。1番の無藤がね、突っ込んでくるということで、3から5、2、1。こちらの方で川崎10レース。まずはね、一つ勝負をしていきたいと思います。<し>さあ、それでは準決勝2つ目、11レースメンバーを見ていきましょう。 1>, 1番小松崎、2番伊藤、3番高橋、4番大塚、5番東、6番山田、7番磯田と、ラインを確認していきます。1、5、4、1番の小松崎に5番の東、4番の大塚が回ります。2番6番、2番の伊藤に6番の山田、3番7番、3番の高橋に7番の磯田、3対2対2、ライン3分線。 まずはライン戦闘を走る自力型比較していきましょう。1番の小松崎、バック6回ホーム6回、逃げの決まり手が2、マクリが7、サシが3、マークが1と、マクリ先行サッシを、ね、使い分けているということで、ここは本格先行がありませんのでね、ライン3者の厚みを生かして1番の小松崎がね風を切るというね高三が大と。2番の伊藤、バック3回ホーム2回、逃げの決まり手が2、マクリが3、サシが2、マークが0と。こちらもね、マクリサシ先行タイプですけれどね、動いていけるのかとね、川崎のね直線の長い400メートルバンクね、 え、一周がけとはいえね、行くのには勇気があります。3番の高橋、バック3回、ホーム3回、逃げの決まり手が1、まくりか5、さしが二マーカー0と、こちらもまくり差し線5。えー、なんとね、1番、2番、3番、自力型全員ね、まくりタイプということになっておりますので、えー、まあ私の予定としては1番の小松崎、もしくは3番の高橋がバックを取る競争で、ね、するんじゃないかなと思います。スタートは1番の小松崎が受けて立つということでね、1、5、4が前、2、6が中段、3番、7番は後方から。 赤番で3番7番がまずはインを切り抜く。これはね、最悪中段取り。誰も来なかったら逃げると。2番6番が切り替えて1号4、えー、ジャンのアリスと共に小松崎発進。3番7番がうまく中段をキープ。2番6番が後方からのまくり返しとなりましたので、こうなるとね、やはり1番の小松崎の、ね、番手を丸5番の、ね、東。こちらを、ね、本戦としていきたいと。そして抑えは3番の高橋が逃げたとき、7番の磯田からと。 まずは5番のね、東から1番の小松崎、4番の大塚、ラインの前後をつけて、そこにね、くり入れ込んでくる3番の高橋ということで、5から1、4、3折り返し線、こちらが本線です。押さえは7番の磯田がね、3番の高橋に乗って直線強襲してくると。7番の磯田から3番の高橋、1番の小松崎、5番の東をつけて、7から3、1、5、こちらの方がね、押さえと。で、穴ですね。 穴はやっぱりね、伊藤祐希のね、えー、まくり追い込みと、えー、自分しか届かないというところで、ね、狙っていきたいと。5番の東と7番の磯田をつけて、2から5、7。こちらの方はね、まあ、おっと相談というところでね、えー、見ていきたいと思います。最終12レースメンバーを見ていきたいと思います。1番は志田2番小林、3番藤井、4番長西、5番諸橋、6番笠松、7番酒井となっております。ラインを確認していきましょう。4番1番。 4番の中西に1番の和田、752、7番の堺に5番の諸橋、2番の小林が回ります。3番6番、3番の藤井に6番の笠松ということでえ、こちらも2対3対2、に3分線です。 ライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。4番の中西、バック20回、ホーム14回、逃げの決まり手が5、まくりが8、差しが2、マークが0と、まくり先行タイプです、えー。初日はね、短期でしたけれどもね、えー、短期で戦いづらい割にはね、えー、粘り強いまくりで、な、え、ん、ー、とか3着を確保しているというところでね、えー、ここは、えー、後ろにね、1、えー、番の足をつけてきますので、ね、まあ、一気のね、えー、かましが。 うなりを上げるのかと7番の坂井、バック13回、ホーム8回、2元の決まり手が2、マクリが10、差しが1、マークが1と、こちらも、ね、マクリ先行タイプということになっております。そして3番の藤井、バック25回、ホーム20回、2元の決まり手が11、マクリが2、差しが0、マークが0、先行マクリで戦います。 4番の中西とね、7番の坂井っていうのはまくり先行ですけれど、3番の藤井はね、先行まくりで戦っているということで、まあ藤井も本来はね、かましたい選手なんですけれど、ここはね、枠順が少し悪いのでね、後ろから押さえてかけれるかどうかと。スタートは1番の足田がいますしね、4番の中西。 前受けするかということでね、4番1番が前受け。2番の小林がいますので、7 5 2がしっかりと中断。3番6番はね、相当引いておりますので、本当はね、前から仕掛けたいんですけれども、まあ、後ろからね、しっかりと押さえてかけると。赤番で3番6番がインを切りに行きます。これもね、本来は先行体制入ってると。7 5 2が切り替えて4番1番。 で、まあ中西がジャンからね、ホームぐらいにかけて一気のかましとえ。ここで4番と3番が踏み合えば、7番のね、境のまくりが炸裂すると。えそして4番の中西が3番のね、藤を力でねじ伏せるとね、1番の上足だからというところになってきますので、えまずはね、中西のパワフルさ。 ちょっとねあの3番の藤井と4番の中西を比較したときに、3番の藤井っていうのはダッシュタイプというふうに、ね、私は考えてるんですね。で4番の中西はぐん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 ね踏めば踏むほど加速していくというタイプなので、この対決はね面白いと思います。ただ、ね 3番の藤井ラインをいまいち評価しなかったのが、まあ、6番の笠松がね、S1 とはいえね、差しが1回しかね、ないんですよね、年がらみに。うん、どうなんだろうと、どこまで復調できてるんだろうという、ね、ところがありましたので、うん、ちょっと藤井もね、その辺、考えてみてね。 えー、笠松と相談してる時にね、まあいつも通り行くのか、えー、それとも4番1番出させて、えー、3番手を取って、そこからのまくり勝負に行くのかというふうにね、笠松と話してると思うんですよね。えー、笠松自身がそんなに言うほどね、今調子がね、良くないというところであまりサポートができないと考えていくと、えー、4番1番生かして、えー、3番手取って、そこからのね、えー、まくり勝負っていうふうにね、作戦組んできてるんじゃないかというふうに考えましたので、4番の中西が意外とね、先行できてしまうと思いました。ね、こうなれば、えー 4番の中西粘りに粘るというところがありますからね、1番の和紙だから本線。そして押さえは、4番と3番がね、そんな作戦がなくて、叩き合ったとき、7番の境が飛んでくると。まずは1番の和紙だから、4番の中西ラインですから、つけます。7番の境が飛んでくる。5番の諸橋がコースを、ね、見つけて突っ込んでくる。3番の藤井がね、 まっくりを追い込んでくるということで、1から4、7、5、3折り返しで、こちらが本戦。抑えは7番の境井の一発。5番の諸橋ラインですからつけます。4番の中西が粘りに粘る。3番の藤井も粘りに粘るということで、7から5、4、3。こちらの方で抑えていきたいと。さあ、川崎ナイターも準決勝。こちらの方もね、直線が長いだけにね、 どこかで一発荒れてくれるんじゃないかなというところでね、そこを期待しながら楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。